ハローワーワルドアイシャです実は私ずっとやりたかったことがあるんです、まあ、せっかくバーチャルな世界に受肉したからにはやりたいことそれがデデン0と1だけでの会話イエーイというわけで今日はそれができるスプレッドシートを作ってみましたそれがこちら、まあ、このスプレッドシートあの仕組みは簡単でこの青のところに入れるとオレンジのところに結果が出るってなってます 青の上の段に文字を入れると、それが01に変換されたものが出て、で、01のやつを逆に青のところに入れると、これが文字に変換されるっていうものになってます。これを使うと、01だけで会話ができるんですよ。どう楽しいでしょ楽しいのは私だけかなでも、もう作っちゃったんで今日はこれの解説します。はい。さっきのスプレッドシートでやってるのは、こんな変換です。 まず、普通に書かれた文字列があったとしましょう。Hello World ーーってサンプルで書いてます。で、これを URL エンコードっていう方法を使って、この、たまに URL で見ませんかねこの、パーセントなんとか、パーセントなんとか、パーセントなんとかって入ってるやつ。それに変換するっていうのをやってます。で、その後、パーセントだけ抜かして変換したっていうのを全部やると、Hello World ーーっていう文字から01だけに変換できます。で、 さっきの逆の部分はこれ逆にやってるだけで01でもらったものを16進法に直してでパーセント保管したものを文字列に戻すっていうただそれだけのスプレッドシートですでもこれがあればあなたも0と1で会話ができるで、えー、と計算自体はここのシートでしてなくてですねあの変換所っていう場所を 作っててそこでやってるのであの、そっちを説明しようかなと思います。はい。あの、あだと説明つまんないので、ハローワールドに変えてみました。で、やってることはシンプルです。ハローワールドを、まずこのエンコード URL っていう関数に入れて、こういう風にパーセント付きの文字に変換してます。で、これ、パーセント外して2個ずつにしてやったのが、これ下に書いてあって、 これを16進法を2進法に直すっていうのが、ここ。ちょっとイズブランクとかでトリック入れてるんですけど、えっ、ー、と、主要なところはここです。ヘクストヴビンっていう、あの、ヘキサデシマルっていうんですね。16進法のことを。っていうのをバイナリに直してくれるっていうのをここでやってます。で、最後、コンカテネートっていう関数を使ってあげて、 あのこの下の01を全部統合してやると01だけで書かれた文字っていうのになりますでここに01の文字を入れたやつを、まあ、ちょっとここテクニック変なことしてるんですけどあの8文字ずつにちょぎってますこれを、えーっとまあ、イズブランクとかありますけど本質的にはここですねビントゥーヘックスっていう関数を使って16進法に戻してます で戻ったやつは間にパーセントを入れて URL コードの形に戻してやって最後ここがデコード URL っていうのを使って戻してあげてます。見えるかななんですけどあのエンコード URL は普通の関数にあるんですけどデコード URL はなかったので今回 Google Apps Script っていうのを借りてやりました。 Google Apps Script は何かっていうと、すごい簡単に言うと、JavaScript の力を借りて、スプレッドシートに強い関数、強い機能を持ってくるっていうものになります。じゃあ、ちょっと Google Apps Script の方をちょっとだけ見てみましょう。Google Apps Script は、おっとっと、ツールのスクリプトエディターっていうのを開くと、開けます。で、書いてあるコードは、こんなん。Google Apps Script の中にある Decode URI Component っていう関数があって、 これがあの、さっきのなんとかっていうやつをちゃんとした文字に変えてくれる関数なんです。それを使いますよっていうことだけ、ここで書いてあげて、ここでこんな風に使ってやると、この URL レンコードされた文字をこっち、普通の文字に戻すっていうのができます。これが今回のスプレッドシートの仕組み、普通の文字を0、1に変換する。 さらに01に変換したものを普通のやつに戻すっていうのが作れます。最近 VR アカデミアの中でちょっと01でのリップ会話っていうのをやってみて遊んでました。興味ある人はまたこれあの編集権限付きであの動画の説明欄のところからあの公開してますので私と VR アカデミアの人がどんな会話してたのかなっていうのを見たりとかあとはその友達に突然01だけで文字を送るとかできるので試してみてください。 はい、というわけで今日の動画は終わりではでは皆さん良い1週間をバイバイ皆さん気づきましたかあの今日の動画からここにこの前いただいたファンアートを書いてますイエーイじゃあ今日はここまでバイバイ